私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃ丸。この3人を育てている兼業主婦だよ。これはまだひろやを妊娠するずっと前のこと。近所の旅行好きのママたちで温泉旅行に行くことになったんだ。そしてみんなで話し合って半年間積み立てをすることにしたんだよ。でも結局メンバーの一人がお金を出さなかったんだよね。ねえ、ちょっとひどいんじゃないの？なんで私が旅行のメンバーから外されないといけないの？そうやって一人をハブって楽しいわけ？みんな性格悪すぎでしょ。え、今更何？アミさんが旅行のメンバーから外れたのって結構前の話でしょ？だってみんなで高級ホテルに泊まるって言うじゃん。なんか話盛り上がっててさ、悔しい。私もメンバーなのにさ。アミさん、結局旅行の積立金全然払ってないじゃん。最初にルールとして決めたでしょ。だからアミさんにも確認してメンバーから外れてもらったよね。だってそれがもうおかしいじゃん。何が？なんで積み立てとかするの？その方が圧倒的にトラブルが少ないからだよ。それに毎月少しずつ出した方がお財布事情的にも楽だしね。あとはメンバーの中に弁護士ママがいるのも大きいよ。安心して預けられるし、というか文句があるなら最初から参加するって言わなければいいんじゃ。じゃあ私がお金を集めるから。はあ？他の人なんて信用できないし、お金は預けられない。だから私が集めるよ。いや、今更何言ってるの。もう積立金は集め終わって、旅行も目前、チケットとかも全て手配が完了してるし、積立金は1円も残ってないよ。はあ？私の分のチケットは？だからないってば。メンバーじゃないんだから。外れたってことはもうメンバーじゃないってことだよ。なんで今になってそんなわがままを言うわけ？だってどうせただの旅行だと思ってたのに。高級ホテルにいいプランがあるとか、最近ドラマで有名になった場所に行くとか、みんなが話してたから。今からお金を払うって言ってるんだから別にいいでしょ。無理だよ。ホテルも満室だし、新幹線もチケット取れないと思うよ。なんで？だって私たちが旅行しようって決めた理由って、イベントがきっかけじゃん。日本全国からたくさん人が集まるイベントなんだから、直前になって宿を探すのは難しいよ。じゃあメンバーの誰かを外して、私がその人の代わりに行くから。本当に何言ってんの。絶対に無理だよ。私何をしても絶対に行くからね。悔しい。今となってはアミさんが旅行のメンバーから外れてくれて本当に良かったと思うしかないね。ここまでわがままな人というのは知らなかったよ。一度はメンバーから外れたものの、やっぱり行きたくなったんだろうね。それにしても言い方というものがあると思うんだけど、その後もアミさんはずっと怒っていて、何とかして現地に行ってやると大騒ぎしていたんだ。でも旅行当日。ああ、もうなんでこんなに人がいるの？イベントがあるのは分かってたけど、最寄り駅人いっぱいじゃない？え、アミさん、まさかだけど。そのまさかよ。積み立て金は払わなかったけど、現地まで来たんだからいいでしょ？1万あればなんとかなるよね。足りない分はみんながおごってよ。私らとっくに移動済みだけど。え？本当は1日かけてイベントに参加する予定だったんだけど、予定を変更したんだよね。午前中だけイベントを楽しんで、もう他の場所に移動してるよ。何それ、私聞いてない。そりゃわざわざ伝えるわけないでしょ。はあ？じゃあ私何のために来たのよ。妹に嘘をついて車で送ってもらったのに。え、家からここまで車で来たの？そうだよ。かなり時間がかかったでしょう。妹さんも大変だね。でもここまで来ればなんとかなると思ったのに。妹さんはかわいそうだけど、そのまま戻ったら？妹はもう一人で帰ったわよ。それにみんなが待ってるって言っちゃったんだから、今更やっぱり迎えに来てなんて言えないじゃないの。ああそう。ねえ、水木さんたちはどこにいるのよ。私たちは離島ツアーのやつを見てるよ。離島ツアー？そう、島の自然を体験できるってやつ。いわゆる猫島ほどじゃないけど、猫もたくさんいるんだって。気になるよね。あ、調べたら出てきた。じゃあね。ちょっと待ってよ。1時間後。
離島に到着。ここ民宿一つしかないんでしょ。水木さんたちはその民宿にいるってことだよね。もう逃げられないよ。え、私たち離島が気になるって言っただけだよ。別に言ってないけど。え、あんた私を騙したの。騙したも何も離島に行くとは言ってないでしょ。それに天候が悪くなると船も出なくなるって聞いたから、ちょっとリスクが高いかなって。今日夕方から結構強い雨になるってニュースで見たし。ちょっと待ってよ。じゃあ私帰れないの。一応その島までの船は週に5日ほど出てるけど、今日の便はもう終了で明日は休み。ひとまず亜美さんが島から出られるのは明後日になるんじゃないかな。まあ明後日に船が出るかどうかはわからないけどね。まずいのよ。でもほら、島には ATM もあるみたいだし、その民宿もクレジットカードが使えるらしいから。しかもホームページ見たけど部屋もあるってよ。いやーよかったね、ラッキーじゃん。あさって夫の誕生日なの。え、そうなの。あの人自分の誕生日をすごく大切にする人なの。今年も家族でレストランを予約してて。なのになんでこっちまで来たの。だって一泊だけでも泊まりたくて。それに明日帰れば問題ないと思って。そんな大切な日がすぐ近くにあるのに何も考えずに船に乗っちゃったわけ。だってそんな船なんていくらでも出ると思って。まあちゃんと調べなかったのが悪いね。水木さんたちはこの島にいないの。本当にいないよ。それに船酔いするママもいるしね。いつか行ってみたいねって見てただけ。そんな私のことをはめやがって。そもそも旅行のメンバーから外れるって最初に言ったのは亜美さんだったよね。え、そうだったっけ。そうだよ。最初は積み立てで行こうって話になったのに、お金を集める日になったらお金が減るのが嫌とか言い出して、3ヶ月続けて払わなかったからどうするのか聞いたら、もう旅行に興味がなくなったから行かないって。やだ私全然覚えてないし。覚えてないとかもうそういうのどうでもいいから。だってもう旅行は始まってるわけだしね。本当にこの島から出られないの。私に聞かれてもね。自分で調べたら。意地悪。せっかくの旅行なのに、なんで亜美さんのために調べ物をしないといけないんだか。ということで私たちは普通に旅行を楽しんだよ。それにしても本当に船に乗るとは、普段からあまり確認せずにノリで行動する人だから島に行くかもと匂わせてみたんだけど、本当に何も考えずに行っちゃったんだね。まあおかげで私たちは楽しい旅行を過ごすことができたんだけど、結局亜美さんは旦那さんに送金してもらって数日間島に滞在したみたいだよ。結果として旦那さんの誕生日はお祝いできなかったんだって。数日後。あの水木さん、次の旅行はいつ。え、何の話。旅行ならこの間行ったばかりだけど。そうじゃなくて次の旅行。次の旅行こそ私も参加するから、積立金を払ってあげてもいいし。結構だよ。え、なんで。積立金を払ってあげてもいいなんて言われ方は不愉快だよ。それに今回のことでよく分かったけど、亜美さんと一緒に旅行するっていうのは無理だね。自己中心的な人と旅行なんて無理無理。夫とも喧嘩してママ友もいなくなって、私はどうしたらいいのよ。今回のことですごく怒られたんだから。全部事情を説明したら全部お前が悪いって。へえ、旦那さんは理解のある人なんだね。私実家に帰る。ふーん。なんでそこで引き止めてくれないの。めんどくさいな。彼女じゃないんだから。だって普通夫なら分かってくれるべきじゃないの。なのに積み立てに不満があるなら最初から参加しなければよかった。意見がコロコロ変わるから他の人も困るんだろうって。いや、まさにその通りじゃん。ここからよ。ここからが問題なの。何。私は常識を知らなすぎるから外で働いてもらうって。働かないなら一時的に実家に帰ってもらうって言い出して。私今まで働いたことないんだよ。へえ、ちょうどいいや。え、何が。知り合いがね、工場で働いてくれる人を探してるんだって。水木さんの知り合いが。そう、とにかく人手不足で困ってるから
誰でもいいんだって。働いたことのない専業主婦の人とかでも、働いてみたいっていう人がいたら、ホームページを見せてくれって、そういう話が来てたんだよね。水木さんが紹介してくれるの？いや、紹介とかではなく、ホームページを見て気になったら応募してみてって感じ。紹介だと、会わなかった時とかお互い気まずいし。まあ、それはそうか。旦那さんにも相談してみれば？一応誰でも歓迎とは書いてあるけど、実際にやったら難しいかもしれないしね。大丈夫よ。え？だって私だよ。他の人ができることなんだから、私にもできるはず。それで後悔しないの？当たり前でしょ？私を何だと思ってるの？ああ、よかった。これで夫も納得するでしょ。よかった、よかった。その後、アミさんは私の知り合いの工場で働き始めたんだけど、かなり苦戦しているみたいだよ。確かに誰でも歓迎ではあるんだけど、誰でも簡単にできる仕事とは言ってないもんね。かといって仕事を辞めたくても、旦那さんに怒られるから辞められず、結局毎日怒られながら働いていたみたいだよ。その後は逃げるように実家に戻り、離婚しちゃったんだけどね。あれから数年、会社経営者と再婚したところ、会社は火の車状態で、朝から晩まで働いていると聞いて、なんだかな。さて、今日はヒロヤもご機嫌だし、ゆっくりニャニャ丸と遊ぼうかな。あれ、ヒロヤの隣で寝ちゃった。写真でも撮るか。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。